ジャイアンです。ジャイキンです。二人合わせて何もないです。ないね、うん、まず第一弾ということで、まあまず第一弾だから、金のことを根掘り葉掘り探っていこうとは思うけど、現役の時はやっぱり無口で喋らない、愛想悪いで通ってたと思うんだけど、まあそれが徐々にサポーターの人たちも、おすごい喋んじゃんみたいな、まあ人前で歌いましたからね確かに歌ったな。行く先の影は見えない、男と女がやつにつられ細い絆の糸引き引かれ、はっきりして健康不足を幕は待たない、恋はいつでも初舞台。はい、地獄やこれ。おめでとうございます。まあまあそういうのもあって、まあ、いろいろと、まあ、すごい変わってきたよね、喋るようになったよねっていう声もちらほら聞こえる中で、まあでも直接言われますよ。言われる、まあ、顔がなんかこう穏やかになったね。あ、それね、それ言われた。言われました。俺もね、引退してからね、顔がね、なんかね、トゲなくなったねって言われてさまあ1年経ちましたよ、須貝さんがね、はい、引退し1年経ちまして、まあ地域連携課スタッフ、地域連携課のスタッフとして、まあ昨年はかなりの仕事をされたと思うんですけれども、どうですか。まあ復興支援キャラバン、まあ、サッカー教室であったり、まあ、幼稚園キッズキャラバン、まあ、あとは高齢者向けの健康体操だったり、うん、まあ自分の中でやったことないようなことを、うん、まあ、1年間通して、まあ、やってみたんですけど、まあ慣れないですね、まだ未だに慣れない。そう、慣れない。慣れないですね。ああ、やっぱ一番なんかこう一番難しいなってやっぱ感じるとこって何？今まではそのプレーで伝える部分が多かったと思うんですけど、うん、まあ、今度はね、喋るとか、うん、まあ、サッカー以外のことを言葉で伝えるっていうのは非常に難しくて、まあそこは去年1年すごい苦労したなっていう。まだいいよ、俺なんて、1年目の、うん、1年目一番最初の講演が、まあ、宮城県のある中学校だったんだけど、まあ喋れるなと思って自分の話だから、うん、行ったらなんと1時間の枠があるのに10分で終わったからねそれはきついですね。いやマジでさ、もうパニックよ、あの初めてじゃない。でさ、あの壇上の上立って、その下にさ200人のさ生徒がさ制服着ているわけ、学ラン着てさ、それに圧倒されちゃって、もう10分で話終わっちゃってさ。まあそれは分かりますね、自分もまあ去年が初めて1回目、うん、まあいろんなある程度準備してきて、まあいざこう本番になりますね、うん、やっぱ足はガクガク本当自分で何を言ってるか分かんないから、ね、このもう頭の中が真っ白になるっていう、今日は、ベガルタ仙台から来ました、スライナオキです、代名詞、なんでお前がそこにいるの？攻撃、これは、まあ、サポーターの方々が、まあ、僕のプレースタイルを見て、まあ、こういう選手だなっていうふうに、呼んでもらったものです、まあ、やっぱりいろんな地に自分で足を運んで、いろんな人とコミュニケーションを取る、まだまだこう喋るのが下手くそですし、ま
やっぱり物事を頭の中で考えてるとやっぱり言葉って止まっちゃうと思うんですよ。それを必死に今勉強して、まあ、もっと堂々とみんなに話ができるように僕は今すごく頑張っています。どんな中学生でしょう。喋るのが苦手、何言ってるか分かんないですよ。ずっと話してきて本当に慣れないことばかりで、まあ、この材料を作る中で昨日一昨日と、まあ、一緒にいるスタッフと2人で、まあ、2日間、まあ、朝10時から夜7時ぐらい何も食べず一生懸命作ってきて、まあ、上司そのプレゼンをこう発表する、やっぱり彼女が何もやってきてもらったから止まるんですよ。喋、まあ、ってることも頭の中が真っ白で、いややばいって、自分は、まあ、この空間から抜け出したい、逃げたいって考えたんですけど、やっぱり逃げちゃダメよっていう、まあ、今も本当に逃げ出したいって、まあ、思ってるんですけど、でもやっぱり話すっていうことも大事、伝えるっていうこと、それを、まあ、みんなも、まあ、なかなか難しいと思うんですけど、人前で発表したりなんかやってごらんって言われても、まあ、やっぱり失敗をしないと成長はない。そうだから今年はやっぱりあれじゃない、もう少し長い公演も無理です。じゃあ僕が入ってきてどう思った。超楽。だってさ、今まで俺それを一人でずっと行ってたのよ。まあね、もう孤独よ。要は車で行ってでそこの場所に着くじゃない。例えば健康体操の場所に着くった時に、その公民館入った時に、すいませんベガルタ仙台の平瀬ですけどって言った時に、すいませんベガルタ仙台さん来ましたよって言われた時、どうしようかなと思ったからね。何か用ですかみたいな、そんな感じだけど、そういうの結構あるわけよ。俺らの仕事を何してるかって分かってない人たちもかなりいっぱいいると思うのよね。こういうさ、ベガルタのなんかその冊子みたいなの見ないとさ、例えば地域連携課がどれだけ活動してるとか、まあ平瀬須貝がどれだけ活動してるかってさ、まあ分かんないよね。まあ別にこう評価を、評価っていうところは俺らは特に気にしないけど、反サポーターがどう喜んでくれるか、喜んだ声がもう評価じゃないですか、うん、そのじゃあ選手が見えなくなったところで僕らがどんだけファンサービスできるかとかであったり、うん、まあ、そういうものをもうちょっとなんていうの大事にしていきたいなっていうか、まあね、絆を深めていくっていうか、そういう部分をやっていきたいなっていうのだから、まあ、いつからねまたできるかわからないけれども、多分開始ってなったら怒涛のように来ると思うよ。こっから今までやってなかったものが、うん、2月3月しかも4月もないでしょ。で5月、まあ、5月ぐらいからか始まるの。ということは怒涛だよ多分。これほぼ毎日ぐらいの状態で行かないといけない状況が出てくるから、道水道水道、うん、リーグ戦もあるし、俺らの活動も多分ドーッと来るから、そのためにね、準備しておかないといけない。だから俺らなんかね、アンケート用紙をね、置いてね。スタジアム。うん。こういうことしてほしい。でもツイッターでいいんじゃないですか、ね、ツイッターでいいの、うん、コメント欄で。あ、そうだよ。俺古いな。紙だってまだ。全然ツイッターとか出てこなかったからね。じゃあツイッターでね。やってもらえれば。ガレンも俺らの時代は上半身裸だからね。そしてパッと鏡見たらさ、血がドワーって出るわけよ、マジで。あ、このデカさの違いよね。結構悩んじゃうんですよ。俺とあいつね、飛べねえ鳥、結構ビビリなのよ。優しくしてあげてくださいよとかって言われるんだけど、敵対してますから。